じゃあよく俺鍵開ける担当するから。ちょっと待って。いやあのね、一つ一つ持ってっていい。危ないから。これもいいの。一つ一つ後でいいよ。さすがに大変でしょ。頑張れよっぴー。頑張れよっぴー、いいぞ。お前も頑張れよって。よっぴーいいぞ。頑張れ敗北じゃん。は？あれ？見て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 、カービィが回ってるし。ゴミいっぱいになるじゃない、これから、うん、おー、シャワーシートこうなんだ。うるせえな。よっぴ、おー、いいねー。こら、暗いか、こら暗いか、お前暗いか、お前、自社出すぞ、お前。ねんじゃねえよ、そこレッドカーペットじゃねえんだよ。お前のカーペットじゃねえんだよ、そこ。いいねいいね、今の絵いいんだな。いじめの動画みたいになって、いじめの動画。おお、こんなの。いらねえ、ゴミ増えたね。もう早速ゴミ袋買わなくちゃいけないじゃん。開けて開けて。お、ペラペラだね。すげえペラペラじゃん。見て、おめでとうございます。あなた1000円獲得することができて。なにこれ、海外、めっちゃ海外の広告みたいな。これさ、あとね、赤とか青とかね、一応ね、来るんだよ。ちゃんと黒一色だとあれだから。平らに置いとこ。平らの気温。いいねいいね、これ優しくね。おお優しくね。おお、じらすねじらすね。完全にくつろいで、人の家、人の新居でふけを落としています。買いたいよ。あれ、洗濯機のためのお金そうやもらったんだけど、どこ行ったんだろう。おい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 、ユピ、この家で隠れんぼしたら絶対ここじゃん、みんな隠れんぼ。いや、どうだ、あるプロの。おぉ、クライカ君の家だ、これが。皆さん、これがクライカ君の家ですよ。本邦初公開、クライカ君の新居でございます。ねえ、僕と同じ5月1日からね、一人暮らししてます、こいつは。ちゃんと偉いです。あ、いいねー。クライカ君の部屋もなんかこうしてみるとみんな一緒だね、間取り。間取りこうしてみると一緒の感じするよね。あれやな、必要なものがどういうの。うわっ、うわっ、やってんな。高いやつ買って、もう高いやつしか食ってねえやろ、お前。おい、リプトン、こんなもん飲んだのか、お前。太るだ、あんなもん。いやー固め、固めやろな。もう人の家でくつろいで、もうぐーたらしてるよ、こうやって。ヨッピー、うん、ぐーたらすんなよな、ほんとに。人の買ってきたもん、まあ、クライカぐーたらすんなよ。美味しそうだよ。買えなかった。てか買ったんだけど、理論はね。あ、これつけれる？ちゃんと。あ、つけれんじゃん。あ、まあまあ、一個はこれね。もう一個は？もう一個外か。こんなとこ置いたら水流れなくなっちゃうか。だったでしょ。いらねえだろ、そんなに二つも。いらない、いらない。いる？それ。
クライカ君ならここにエロ本があると思ったんだ。クライカ君なんかエロ本ないの？クライカ君いつも机の上に置いてたじゃん。お前やったな。さすが言うとこやんだけ3日小屋だけ散らかってるんですけど、でもこれ見過ごせないですね、ちょっともう身の下がり屋の大和の大和たまりでいいかアイスティーアイスティーアイスティー飲んでいくうわ飲み残し、でも見た飲み残しね、これちょい残し祭り、でも分かったよ、ちょい残し祭りやクライカ君汚いぞお前詰め込むなよ、何でもかった何でもかんでもつけ込んでんじゃねえこれ、溶けるよこの時期もう大丈夫これ、クライちゃん、ストレス下げるやつやろ、あのね、こればっか食ってるクライだったもん、大好きやストレス溜まるの糖分ないとストレス溜まるもんなふざけ始めたぞ、俺ら急にふざけ始めたぞ、これに対して